最終講義の方をこれから始めたいと思います。私、司会を今日2つ掛け持ちで続けます。社会学部の小田原と申します。どうぞ。本日は皆さんお忙しい中をお運びくださいまして本当にありがとうございます。まあ、大変遠くから来てくださった方もありまして感激でいっぱいです。まあ、それは私が今までにいろんなところに行っていたということもあるんですね。まあ、今武蔵大学におりますので武蔵大学の方もお話に来ていただきました。その前に江戸川大学にいましたので江戸川大学の学生さんも来てくださいました。そして福島にもいましたので福島女子短期大学の学生さんも来てくださいました。その間いろんなことを通じて仕事を通じて知り合った方々にもおいでいただいております。本当にそんなように来ていただきますと今まで私の人生そんなに良くなかったんじゃないかなと思うこともあったんですけれども非常にそれを見ただけでも私は非常に幸せな人生を歩んでいるというふうに実感したわけでございます。で先ほども矢上学部長から過分なお言葉を聞いていただきますと今まであんまり褒められたことじゃないんですね。で自分のために人が集まるってこともあんまりなかったわけなんです。ですから、そうしますとなんか、生前葬でもやっていただいてこんなに褒めるってことは生前葬ぐらいしかないんだろうと思いましてそれもでも、悪いものじゃないなというふうに感じております。で私の人生はお配りしました小玉美子のゆとり図というところにありますように、一筋ではないです。寄り道、抜け道、戻り道こういったものの連続がございましたので、いくつかになっています。でも先ほど江上学部長から非常に詳しくご説明いただいたのでざっと申しますと、そういうふうにいろんなことが並行して進んでいるものですから左側に教育とか研究のことを入れておきました。で右側の方にテレビで、仕事をしていたのを入れておきました。でそれはどちらも同時進行で進んでおります。で右の下の方にちょうどテレビの出演が終わる頃から、メディア関係のいろんな委員を頼まれるようになりましたのでそれを右側に入れております。そしてその両方の経験を合わせたところにその著作とか研究というものがあるという、それが私の全体交流になっております。で、それがご理解いただけると話が前後するのもいくらか分かりやすくなるかと思いますが、まず、就職の頃のことから体験としてお話しさせていただきたいと思います。私が初めて社会に出ましたのは1965年です。で、その前年が東京オリンピックの年でした。東京オリンピックまでは、日本も経済が非常に順調に回復しておりましたので、就職率も高いですし、毎月給料も上がるという、こういうような時代だったんですね。ところが、私の入ったのはその年の次の年になりますから、そうすると採用はない。それから女子は、その前の年はオリンピックの女子村に入るために記者を採用したというのがあったんです。それもなくなってしまったというわけで、なかなか厳しいものがございました。で、そういった中で、まあ、なんとかくぐり抜けて通ったのですから、それはラッキーというべきでしょう。まあ、いろいろ難事試験もあったんですが、最後に健康診断まで行きましたら、お医者様が私の手に手を当てまして、脈がないというのですね。だからこれもうダメかなと思ったんですけど、まあ、それは単に物理的にこの脈が感じにくいということだったようで何とか通過することができて入りました。で入ったのは良かったんですけどまずご説明をということで人事の方がいらしたんです。で男女アナウンス合わせて7人いましたけど男性の方は55歳定年です。これは当時の定年は55歳だったんですね。そして女性の方はこれはもう2人まず2年アナウンサーをしていただいて適正があればもう2年適正になければ事務職としてもう2年都合4年で退職していただきます。こういうことになったわけです。そんなのありでしょうか。今言うとちょっと信じられない話ですけど当時はありだったんですね。全部がそうだったわけじゃないんですけれどそういうところもかなりありました。それで
今まで入るまではなんとか報道で頑張っていいジャーナリストになろうなと思ってたわけなんですけど、それはダメだってことが分かりました。それと同時にその就職で実は新聞記者にも最初になろうと思ってたんですが、その新聞記者になろうと思った時には、最初に行った会社では女性は取りませんと呼びもなく断られて、もう一つのところにしたらもう女性は一人いますから十分です。それから別のところに来ましたら、時々異常に優秀な女性がいるのでそういう時は取ってもいいという話です。私だけ本音女子学生でとっても異常に優秀なわけはないので、これはもう新聞記者はダメだと諦めて、それでまあどこかジャーナリストに近い仕事はないかと思ったらアナウンサーがある、そういうことでアナウンサーになったわけです。まあ、幸いこの近くに住んでいましてね、まあ、一応東京の山手の一部ということになりましょうか。江本さんの隣の東長崎と椎名町の間に椎名町小学校ってあるんですけど、そこの学校でずっといましたので、標準語は話せたんですね。それがアナウンサーになった次第です。で、そういうふうになったんですけれど、4年でクビということを聞きました。それから考えてみると、入社試験の時にもどんなことやりたいですかって聞かれて、報道に就きたいですなんて言ったら、女の子が報道は無理でしょうと言われて、でもダメだというふうな印象も受けたわけなんです。でもまあなんとか、そういうふうなことで入りました。でもどう考えてもそのせいでおかしいので、仲間と語って運動を始めたんです。で、折しもフジテレビではその時に、組合というのが初めてできたんですね。で、その方たちと一緒に女性のアナウンサーに人間学生はなくすという方向でいきました。でも考えてみたら、フジテレビの入社試験の時にすごくあれだったんです。女性は美人が、アナウンサーは美人じゃないんですけど、そうじゃない人の美人が多いんですよ。で、なんでこんなに美人が多いのかしらと思ってよくよく考えましたら、40倍ぐらいの倍率なんです。で、給料が結構良かったんです。それで高卒と短大卒を取っていました。そうすると若いんですね。で、25歳定年でした。でもですね、それでもめげずに続けていましたら、4年経った時に会社が少し動いたんです。本人も会社も望めばあと2年契約を延長できるというのがあったんです。それで、はあ、世の中ってやってみるもんだなと、少しは動くこともあるのだと思いまして、それからはダメ元でやってみるというのが私の人生訓の一つとなったわけでございます。ただまあそうしてやったってですけれども、その後もそういう運動ばっかりしていたのでは、20代の若い人生がなんかもったいないような気がしたんですね。もうちょっとクリエイティブなこともしたいなと思ってたものですから、あと2年経ったらやめようと、その6年でやめることになりました。ですから私は20代で一旦定年になった人間です。今回の定年は2度目の定年ですね。最初の時定年になってからもう40年になってすごいです。だから最初の時もし60で辞めてれば今100歳ぐらいになると思うんですそれ自体ちょっと若く見えるんですそんなふうなことでございました。それでフリーになったんですけど、フリーになった時に最初にあった仕事の一つが英語の学習テープを作るというものだったんです。で、学習テープの相手にアメリカ人の女性がいまして、その方が This is a pen とか言って、私がこれは本ですとか言って日本語ですねちょっと間違ってますけどで、その方が私がフリーになった時、やはりこれからは英語も必要じゃないかと思って英語を習い始めたのを知って、スカラーシップのことを教えてくださった。それが CWAJ というカレッジウィンズアソシエーションオブジャパンという、外国人と日本の外国留学の経験のあるような人が作っている組織で、そこが留学生を一人募集していた。で、その年の条件が、大学院に入る、学力があって、それで、できればメディアの仕事をしている人を優先するということだったんです。で、こういうチャンスはもう多分ないだろうというふうに思いまして、まだ今の勉強は十分じゃなかったんですけど、受けてみることにしました。で、3ヶ月後の試験に備えて
猛勉強したんですね。猛勉強って言っても私のは今まで8時間にいるともう6時間にするってそのぐらいのものなんですけど、でも3ヶ月より長い勉強もしにくいけど3ヶ月ぐらいなら我慢してできるというふうな、ちょっと怠け者とその中間ぐらいのところにある自分の性質があるもんですから、そういうふうに勉強して運よく受かりました。そして1972年の夏にアメリカに渡って、その当時珍しかった放送学科があるというサンフランシスコステートユニバーシティに入ったわけです。ではここからはですね、ちょっとパワーポイントを使いながら、ここからが体験と研究になりますので、ご説明させていただきたいと思います。アメリカに渡りましたのは1972年、75年までいましたが、その最初に行った年が、ニクソンの大統領選挙がありました。再選の選挙ですね。でそれをぼんやり、その時自分ではテレビを持てなかったので、寮のロビーで眺めておりました。3% 開票したところでニクソン当然と出たんです。でその当時そんなことはなかったので、どうして 3% で分かるのというふうに思っていましたら、後になってからその時からアメリカでは出口調査を行うとか早打ち競争をするという時代にちょうど入ってたわけです。で日本ではそれがその後、出口調査も行うようになりましたし、各局間で早打ち当確競争というのが出てきました。この先駆けがアメリカではあったわけです。でそのようにして当選したニクソンでしたんですが、その時に、まあ、英語がまだあまり上手じゃないから、なんか水門の近くで、民主党のビルがあってとか、そういうふうに最初思ってたんですよね。でもなんか一生懸命聞いてると、そのうち新聞で読んで、それで確認しましたら、これがいわゆるウォーターゲート事件というものだったわけなんですね。で、ここのウォーターゲート事件の中で非常にいろんなことを学びました。アメリカジャーナリズムっていうのはこういうものなの、まあ、徹底して追求するということですよね。でそれに対して上の人が許可を与えて、記者たちも秘密でそれを全部やっていくと。でそこに真実を見出す力があるということです。でまたその後の方で裁判というのがこれに関してあったわけですが、あるいは上院下院での聴聞会というのがありました。そういう時にアメリカの人たちは結構自分の上司の味方とか組織の味方をせずに真実だと言って話してしまうんですね。でそれが日本と違うなとつくづく思ったわけですが、その理由を考えていると、やはり真実を話した方が後で自分が追及されなくて済むという実利的な意味もあるということが分かりました。で、そんなふうなことを考えながら、アメリカの真実の報道ということとか、アメリカのジャーナリズムのあり方が、この最初の行った年にどんどん出てきたわけです。また、いろんなことでそのアメリカのニュースの話をしていましたら、ある日本の女性が長い間アメリカにいる方なんですが、日本のニュースは非常に滑稽なものでしたけど、アメリカのニュースは非常にグローバルだと、まあ、その時はインターナショナルという言葉を使ったかもしれません。で、そういうふうなインターナショナルなところがないから、日本のニュースはあるいは日本の人たちは見方が狭くなるんではないかというふうに言ってたんですね。でも私はなんかアメリカに行ってみたら、アメリカの人って何にアメリカのことしか知らないんじゃないかというふうに思ったので、ちょっとそう本当にそうなのかしらということを感じていたわけです。それでじゃあ修士論文というのをまたすぐに来てしまうわけですけれど、修士論文を書くときに何をしようかというと、じゃあアメリカのニュースと日本のテレビニュースとの比較研究をしたらいいということを思い当たりました。それでComparative Study of Television News Between Japan and the United States CBS Evening News、 これがアメリカで最も信用されている伝統あるニュース番組でした。でここに書いてあるおじさまがウォルター・クロンカイツという非常に有名な人で、アメリカでは大統領よりも信用されているといわれるそういう人でした。それと NHK の夜7時のニュース、これを比較してみようと思ったわけです。で先ほどの疑問ですね、アメリカのニュースは本当に国際的かということを考えるために、今までのニュースの分類カテゴリーをちょっと変えてみようと思ったんです。
でその時には大抵、政治、経済、社会、国際というようなそういう切り方をしていたんです。ところがこれよく考えてみますと、政治、経済、社会、文化みたいのはいろんな分野ですけど、国際っていうのは地域ですよね。だからそれが一緒になっているのはちょっとおかしいと思ったんです。で、地域っていうのを別に取り出しまして、地域もローカルのとナショナルという全国ニュースと、それから自国と他国との関係というカテゴリーを作り、それを純粋の外国というのと区別しようと思ったんです。でそういうふうにしましたら、アメリカは自国と他国との関係を描く国際ニュースが非常に多かった。でその理由は、アメリカはもういろんな国と安全保障条約を結んだり貿易をやっていますよね。でそうなりますと、ほとんど のアメリカのニュースはそのアメリカとその国との関係だということが分かりまして、これは自国のニュースの延長線上にあるのではないかと思ったんです。で純粋に外国のニュースだけを取り出してみると、それは意外に少なかったということがあります。でこのことはずっとアメリカのニュースの伝統として続いていますので、その後、9.11 なんかがあった時もアメリカ人は意外にアラブの国のことなんか知りませんでしたね。それでアメリカの価値観でものを判断しているように思ったんですが、その頃からそういう目があったんだなというふうに思い当たりました。でこのニュース研究は非常に私も実は、その5年後の79年に やりたいなと思ってたんですけど、怠けているうちに79年という年が過ぎてしまいました。そしてこれは一人ですぐ怠けちゃってダメだからといって、共同研究に皆さんにお願いしようと思って白水さんにお願いしました。そしたら白水さんが次々と有能な方を連れてきてくださって、その中に今司会をしてくださっている小田原先生が当時新進気鋭の上智大学の大学院生だったんですけれども若かったですよねいらっしゃいました。それから東海大で今教えてらっしゃるんですけど、全然ないこと教えてこられたんですけど、その時ハワイのハワイ大学からお帰りになった吉田文彦さんにいました。それからまた終戦時とか戦争の時の放送の問題についての第一人者でいらっしゃる竹山明子さんにお願いしまして、でこの5人で研究をすることになったんです。で5人でやるとなると優秀なメンバーが揃いましたので、すごく発展にいたしました。飛躍的に調査項目も増えて視野が拡大してきたんです。でそういった中で数量的な研究もいたしましたら、これが明らかになりました。国際ニュース重視の積極取材型が CBS で、それに対して、今のこの国際ニュース重視の中には自国と他国の関係の方も入っているんですけどね、それと日本の NHK の方が国内ニュース依存の発表依存型、この積極取材型は自分で取材に赴いていろんなところを取材して項目も発見してくるということです。で日本の方の発表依存型っていうのは、公共的なところが発表しているもの、あるいは記者会見で発表するようなそういうもの、それにニュースを依存していると、その違いがはっきり出てきました。でその時日本のニュースで非常に評判になっていたものに、 TBS のニュースコープという新しいタイプのキャスター型ニュースが出てきたんです。でそれは面白いというので、ある意味 TBS と形が近いと CBS は、形が近い、この名前が似ているところは実は提携関係にあるんですけれども、そういうこともありまして調べてみました。そうしましたら TBS のニュースコープは両者の中間型にあるというようなことも分かりました。でそれによってニュースの性質も決まってくるわけです。この間の3.11 以後の日本のテレビニュースがものすごく発表に依存していたことを皆さんお気づきだったと思うんですが、そのこともこの頃からでも影響があると、ずっと伝統的に続いているのではないかと思います。ただもう一つの発見は、 NHK の84年はニュースの構成が CBS の75年に非常に近いということで、いろいろ研究しながらやっているんだなということが、もう一つここで言いたいのはですね、報告書は富士通オアシスの作成って書いてあるんですね。この頃ワープロっていうのが出てきたんですね。
ちょっと前までは100万円もしたんです、ワンプロだけで。だからとっても貧乏な私には買えませんでした。で、この時48万円で無人通オアシスというのがこんなちっちゃい画面で出てきたんですね。でもそれでも、ね、もうこれだというのでもうなけなしのお金を与えて買いまして、それで報告書を作ったというので、その頃8ドットっていうんでしょうか、なんか非常に荒いんですけど、その報告書を見るとなんだか懐かしいような、自分が愛おしいようなという感じになります。そしてまたその10年後に調査しました。でこの時は CNN というのが非常に湾岸戦争など注目されているので CNN を加えました。で NHK はその時だけなんですけれど、夜7時のニュースが長いニュースで9時が短いニュースという逆転現象が起こっている時だったんです。で時系列研究をするにはぜひ同じであってほしいのに、この時違ってたんですね。私の都合のいいようにはいかないもんだと思いますけどね。それで仕方がないので両方揃えて調査することにしました。まあ、それでやっぱり9時の方で、同じような傾向だと思ったわけですが、その時 CNN は新しいテレビジャーナリズムを生み出したと言われていたんです。ところがそれがどうだったかということを考えたんですね。で24時間ニュースというチャンネルのあり方は非常に新しいですけれども、何にもない時の CNN というのはニュース項目とかニュース構成では CBS と類似性が非常に高いということが分かりました。つまり CNN の内容の特殊性は特別な事件があるときだけである。で特別な事件があれば CNN は特別のこととして世界に発信できるようなニュースになるんですが、そうじゃないときはアメリカの普通のニュースとしての特徴を持っているということが分かりました。皆さんも外国にいらっしゃった時 CNN ニュースなんかご覧になると思うんですが、それは多分よく考えてみると普通のアメリカのニュース関連のことがほとんどだと思います。多分何かが起こればそれは話が別ということになります。でそのまた10年後になるんですが、この時は 9.11 というのがありましたので、 9.11 事件以来テレビニュースはどう変わったかというので、日米テレビニュース比較研究2004ということになります。でもここでは、もう日米テレビニュース比較研究ということではなくてですね、一緒にやってくださった方に安城一さん、先ほどここにいらっしゃいますけどいらっしゃるし、その他に、ファンさんという韓国の出身の方もいらっしゃるし、シムさんという上智大学院生の方もいらっしゃるし、アン・クーパー・チェンさんという方も、このオハイオ大学の方とは、いろんな武蔵大学提携しているので、お知り合いの方もいらっしゃると思います。こういう方にも手伝っていただいて、非常に国際的になっていたんですね。ですから、国際テレビニュース研究会というふうに名称も変えました。で、ここでの研究はいくつか研究課題を絞りました。でその一つが、9.11 以後、ニュースは感情的になっただろうかというものです。それで、CBS と NHK と、それからブラジルはグローボというおまけ、ニュース番組があるんです。視聴率 80% 以上という南米ですごく力を持っている番組ですね。それとそれからイギリスの BBC ニュース、この4つ、つまりこれは4大陸の代表的ニュースということになるんですけど、そういう比較研究をしました。でもその中でニュースが感情的になっていたのは CBS イブニングニュースだけだったということです。それからどこの国もニュース情報を強く依存していた。外国のニュースも、この特に 9.11 関連では、つまり政府発表というのはこの場合、アメリカの政府が発表するニュースということになります。で特に国際ニュースと外国ニュースにおいては、その公式発表を中心に行っていたので、結局世界はアメリカの政府が発表するニュースを中心に動いてしまっていたということが言えます。でその中でも NHK が最も情報源を発表に依存していたという結果になりました。あとですね、同じ事件であっても番組によって言葉や枠組みが違うんですね。例えば言葉の方ではアメリカのニュースではテロリストっていう言葉を使っていました。でも NHK は武装勢力という言葉を使いました。
テロリストっていうと本当に悪い殺人集団という印象ですね。しかし武装勢力っていうとそこには社会的背景があって、その人たちが何かで、反抗的に対抗的な力として動いているという意味合いが込められています。で NHK の方は武装勢力ということで、そのイスラムの国々の事情を考慮しているんですが、アメリカはテロリストという言い方ではっきり言って、でこういうのをやはり聞いているうちに、それを見ている人々もあのアラブ世界、イスラム世界に対する考え方も違ってくるのではないかと思ったわけです。でその他に これに関連した知見といたしまして、在外ニュースはアメリカの CBS は一番多かった。そしてそれも自国というふうに考えれば自国志向が強かったわけです。一方アルジャジーラっていうのがその頃出てきていました。でアルジャジーラはその頃まで西側中心の世界情報秩序と言っているんですが、これはアメリカやイギリスや、まあ、その他にも、まあ、フランスとかドイツも入るところもありますけど、そういった世界の情報秩序に風穴を開けたということで非常に目覚ましいことでした。で日本 の NHK なんかもアルジャジーラのニュースは全部引用していましたが、アメリカではこれはテロリストの見方をしているかもしれないというので限定的な使い方をしていたんですね。でこれをあまり使わないというところの中にもアメリカの情報源が限定的であることを示していると思いました。一方日本の NHK 見学に行って面白かったことはですね、視聴者に対して文化的配慮をする技術を生み出しまして、例えばここから先あの死体が映るぞという時3秒ぐらい前にそれを見て、それでそこでちょっとストップさせると、そういう技術を発達させたんですね。でそういうふうにしますと、やはりあの日本ではあまり死体をそのまま見るという文化がないものでして、それがショックを受ける人が多いので、そういう形で技術的配慮でグローバル化に対応しているというのがありました。そのグローバル化というのはさっき言いましたように局と局があの契約を結んでいて、お互いのテレビ番組を自由に使えるというのが今のテレビ局のあり方ですので、そういう時にそれが使えるのは非常に便利なわけですね。まあ それについては出した方がいいという意見の方もいらっしゃると思いますが、そういう配慮が必要という方もいらっしゃる、両方意見が分かれるところですね。で、そのような経験で、いくつかのテレビニュース比較研究とやってきましたので、テレビニュース研究の総まとめといたしまして、2008年にテレビニュースの解剖学、映像時代のメディアリテラシーという本を新要社から出しまして、これは先ほど申し上げましたような方プラス、その後、アメリカで知り合ったオハイオ大学で知り合った金山智子さんとか、それから武蔵大学では院の卒業生がみんな立派な研究者になって活躍するようになってきましたので、小林さんとかパンさんとか中さんとか、そういう方たちも参加して、この総まとめの研究を出しました。で難しいのはテレビニュース分析っていうのは新聞などに比べて記録が手に入りにくいということです。で、テレビ局は全然そういうのを出してくれないんですね、研究とか。だから自分であらかじめ録画しないとダメというので、そこが難しいところなんですね。もう一つ難しいのは動く映像であったり音声であったり同時に同じ画面に文字がいっぱい提示される。最近の画面はやかましいって感じがしますよね。ここに何かが書いてあって、ここに書いてあって、ここに翻訳が書いてあるみたいなね。そういうのだとどういうふうにしたらいいかわからないという感じがする。それもちょっと難しいので整理する必要があるということだったんです。で、この本を出して、まあ、学生さんをもとより一般の方々にも社会的影響力の大きいテレビニュースの分析に多くの方に参加してもらいたいという、そういう気持ちがありました。それでテレビニュースの分析手法を公開することによってそれをやっていただき、またやらなくてもこういう分析視点があるんだということを分かってもらうということが大事だと思います。また松先生はその実例としてのものは豊富に40年にわたる研究で持っているわけですから、その実例があるとますます分かりやすいということでそれも記載しております。これは共同研究の成果ということになります。
でさらにですね、これはもらえるかどうかわからないけど、せっかくこんないい漫画がいいんだから出しましょうと思って、共同研究で北京オリンピック報道、テレビニュースは何を伝え、視聴者の対中国意識はどう変化したかというのを決めました。でこれを科研費の研究に出したんですね。で運良くもらえたんです。だからラッキーと思ってたら、その後いろんな人に会うと、実は私たちも出したんだけどもらえなかったって言われて、ああ申し訳ないなというような感じがして、じゃあしっかり勉強しなきゃいけない意識を得るようになります。でここでは一つはインターネット調査です。今ご承知のようにサンプリング調査っていうのはやりにくくなってるんですよね。というのは個人情報保護 の意識が高くなったものですから、なかなかその1万目の人とか、2万人目の人というサンプリングしていくというのはなかなか難しいです。戸籍台帳もなかなか見せてもらえません。ですからインターネット調査っていうのをやってみたわけです。でこれにはそのインターネットをやってる人が応募して、そういう人が対象になっているという制約はあるわけです。しかしながらいい点もありました。それは年齢とか属性とか、そういう男女とかそういうものをきちっと数を揃えて作るということができるわけです。つまりそれを募集した段階で何人になったらそれは締め切るというふうになるものですから、その数をきちんと揃えるという意味での調査のサンプリングができるということです。でまあ、そういう性質を理解しながら調査していけばいいということなんですけれど、でこれによってオリンピック前後における視聴者の対中国意識の変化を調べました。からもう一つ使いましたのはフォーカスグループインタビューということで、何人かの方々に集まっていただいて、そこで議論しながらものを見出していくと、そういうやり方です。でここでは対中国意識は前から持っている中国意識に左右されるという、そういうことが分かりました。つまり前から中国に対していい印象を持っている人はいい印象がより強くなり、そうでない人はやっぱりあんまり良くないというのは、一般的な傾向としてはあります。そしてでもオリンピックが開催されることにより中国のさまざまな側面が報道されまして、その後ドバイとかロンドンとオリンピックもあったんですが、どうもですね、中国だと荒探しして報道している傾向がありますということが私たちの所見ではありました。まあ何か悪いとこあるとすぐそれを書きたくなる。他のところだと例えばバンクーバーの時なんか、どうするので人が亡くなったりもしてるんですけど、そのことであまり避難したりはしてなかったですけれども、中国だとちょっと同期な人が、同期な人がでも嫌ですけど、今もあるしねそういうのはある気がですけれども、でもそういうことで荒探しになりました。でも全体として中国の北京オリンピック報道は中国理解とイメージでプラスに働いたということが言えた。右にある写真は私が旅行協に受け取ってきた写真ですが、これについての考え方などもやはり左右されていると思います。さて、ちょっと時代は戻るんですが、2000年に私は武蔵大学からサバティカルをいただいて、オハイオ大学のジャーナリズムスクールというところに挑戦しました。でその時、今度は大統領選挙のブッシュが当選する大統領選挙があったわけです。これがまたすごい選挙でして、選挙の不正がたくさんあった、メディアは誤報がたくさんあった、で最終的にはどちらと言えなくて裁判で決着するようになります。でその裁判も裁判官が共和党の人が何人のところだと、それが多いところだと共和党側に決着し、民主党側が多いとそっちに決着するというものでした。でも最終的に、一度裁判官になるときに非常に問題にされた、裁判官がいるんですが、その人の一票があるためにブッシュが当選ということになり、ブッシュが当選しました。しかしそのブッシュ当選の世界情勢の影響を考えますと、やっぱりすごいことだなと思いますね。 9.11 同時多発テロにつながっているんだと思うんですね。なぜそう思うかと言いますと、ブッシュは、その外国のそういう情勢に目をあまり向けていなくて、一方そのゴアが対立候補だったんですが、ゴアの方はそれに注意深くやらなければいけないという、そういう政策を言っていたんです。だからそれに無関心だったブッシュが当選したので、そのこともあって 9.11
京都一一同時多発動につながったのではないかと考えられます。でそのことがイスラムの国によって戦乱と荒廃につながり、そして世界的に不安定な21世紀が始まって、今でもシリアあたりでいろんなことがありますし、まあ、アラブの春まで責任武士が取らなくてもいいかもしれませんけれど、いろんなことにつながっているということが大変大変なことが起きて、ということは今の自民党政権が、特徴的には 15% ぐらいで税金を取って圧倒的に強いというのもちょっと似た構図であると思います。さてここまでがその国際、テレビニュース研究だったわけです。これが第一の流れなんですが、次の流れは私 のメディアとジェンダー研究というものになります。でここでも非常にいろんな経験があります。でフジテレビでの主な体験は大谷総一サンデーニュースのアシスタントや、それから理論討論会の説明や小川博史賞の中継で、東京都の広報番組あなたの東京というのしか、それから東京タワーというのは私の縁の深いところです。そこにサテライトスタジオがありまして、今で言えば新宿のあ、伝えて何あるスタジオのアルタ、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 はい、そこで言ってるようでそのパワーバイクライトの航空院の出題者、これは修学旅行で東京にやってきた人がお姉さんとかってやってきてくれるんですね。ファンもいたり面白かったです。で、次の中継レポーターとか、あるいは人類が初めて月へ行った時の中継のコーナーの司会者とか、そういう体験をして非常に、それなりに面白い体験をしたわけです。でも先ほど申しましたような、いろんな女性差別的な表現、女性差別的な対応というものは日本のテレビの中であったというわけですね。でアメリカに留学しているときに、もう一つの体験として、ニュース番組のジェンダー変化というのが挙げられます。1970年は、ご承知のように、ウーマンリブというのが世界中で、流行のように広がった、そういう年でした。で、それですから、72年というのは、その影響を十分に受けているときだったんです。でも、変化しているときと変化していないところがありました。で行った当時、72年の渡米当時は天気予報をセクシーな女性がこんな感じでやってたわけですね。It's a fine tomorrow みたいな感じでやったんですね。で、こんなことやってるんだと思って、他は男性中心のキャスターとかニュースがやってたんです。ところが翌年になりますと、ローカルニュースに変化がありました。で男女のキャスターが並ぶローカルニュースのコーキャスター制度というのが出てきました。これはニュースの今典型的なスタイルになっていますよね。いろんなニュース番組、これが出てきました。それからもう一つ注目されたのは、ホワイトハウスからコーニーちゃんという中国系アメリカ人の女性がレポートするようになったんです。コーニーちゃんは素晴らしい能力を持っていたんですが、それまでだったら中国系だし女性だということであまり採用されなかったんじゃないでしょうか、特にホワイトハウスでは。でもこの時は時代が動いていたので、早速採用されたということです。で彼女のそのインパクトは大きかったと思いますね。で彼女はその後メインニュースのキャスターにもなる、そういう人に成長していく人です。それから1974年になりますと、女性レポーターはもう珍しくなくなるという、そういう変化の時に私はアメリカにいたわけです。それからアメリカのそのマスターが終わったところで、すぐにその後第1回世界女性会議というのがメキシコシティで、隣のメキシコシティで行われました。それで国連主催の会議だったんですが、この国連主催ということで、日本ではそれまでジェンダーという言葉はそのことではあまり使ってませんでした。女性学とか女性教育とか、そういう言葉で言ってたんですが、そういうことを言うと嫌がられていたんですが、国連主催ということになって、正当性を持っていくということができます。でそこでは世界の女性共通の問題とか、その社会特有の問題が議論されました。で私はその時まではあまり世界の情勢については注目してなかったんですけれど、典型的な例としてこの3つを挙げることができます。発展途上国では水汲みの重労働から解放されたいという女性が多いということです。
つまり水道なんかなくて2時間も3時間もかけて谷まで水を汲みに行くと、行きは良いように帰りは怖いですね。行きは空の、バケツで行くわけですけど、帰りは重い、できるだけたくさん水を背負っていきたいけれど重いと大変ですね。でそれで坂道を上がってくるというので、これで体を壊す人も多かったんです。それでそういう重労働から解放されたということがありました。また家族内の地位が低いので向上してさせてほしい、例えば ある、イスラム系の国では父親が最もいい席で、夏だったら涼しい席、冬だったら高い席と、そういうふうに決まっていて、だからインドなどでは女性の地位が非常に低いですから、場所にもよったり、そのカストにもよりますけれども、そういうことで問題が多かったんです。でそういうことを言ってました。また当時の日本は同一賃金同一労働というようなことがあって、女性の社会的地位の向上と、女性の社会参加という面では 40% 近くあったんですが、管理職になると途端に少なくなるということで、女性の社会的地位の向上をしていました。また先進国では、日本の言ってるようなことはほぼ、満たされてきてきつつありましたので、仕事とか労働難民、つまり女性が社会で活躍するためには家庭内でも平等でないとダメだというわけですね。でそれでこのことが言われました。今日本で盛んに言ってることはこの当時からもこっちでは言われているわけです。あと性生活の平等なんていうのも何だろうと思ったりもしたんですけどね。日本女性は博士課程に入学したんですけれど、それではお金が稼げませんから、フリーレポーター、この二足のわらじをやっていました。で当時は学生は学生らしくとか、レポーターならそれ仕組みに言いなさいというので、二足のわらじはうとんずられたんですけど、まあなんとか やってきました。で帰国後はそのテレビのレポーターとか司会とかで、でその中の一つに、報道に関する番組で13回のシリーズで定年をテーマにしたいというのがありました。13回やるんですから10回ぐらい男性をテーマにした定年をやって、3回ぐらい女性のことをテーマにしてもいいんじゃないかと私は勝手に考えまして、水提案し、一つは具合で女性が出るのと、もう一つは妻はどういうふうになるから、もう一つは若年定年、まだそれだ、これも2つを提案して説明しました。女が独身だから5歳は魅力をってこういうふうになった。これはありえないと思いました。だって10回のうち半分主張はしてないんですよ3回ぐらいですからね。で特殊な問題というけど、女性の人口は半分いるんですから、でそのテーマの設定は悪くないと私でも自分でも思ってたわけですから、でそういうのをあっさり否定されて、実はその会議に出席していた女性は私一人だったので、フォローもなく泣く泣く過ごそうと引き下がったというわけです。一方大学の方に行きますと、その従来の学問的なスタンダードに基づいた先生方が、女性学なんて学問じゃない、その時は放送も学問じゃないと言われて、私にやることみんな学問じゃないと言われてそのでまあでもめげずに、まあ、ダメ元でやってみるっていうさっきの趣味がここでも働きまして、で仲間はちょっと違うだろうと思いましたので、ここは人間文化研究科というところだったので、いろんな種類の研究をしている人が入ってました。文学の人もいれば、歴史の人もいれば、社会の教育学の人もいました。でもこれを女性学的視点でみんなで見直すという形で、人間文化研究科を作ってやったらどうかしらという提案をしたら、幸い多くの人が受け入れてくれたんですね。でこの人間文化研究会の活動がその後の私 のジェンダーとメディアの研究の元になっております。ですからこの頃は先生もいなく、みんなが勝手にやっていた研究ということになります。でその研究の方ですが、79年に女性と文化というのを出しまして、社会、母性、歴史、ここにそのいろんな人の寄せ集まりっていうのが入ってるわけですけど、母性のことをやっている人もいました。で私が書いたのはニュースにおける男女の視点の差異に関する考察ということで、前の研究の延長線上にありますが、取り上げた対象が当時たまたまテレビ朝日で女性向けニュース6時のサテライトっていうのをやっていたんですね。サンティスタのサイトが出てました。でそれと普通のニュースといわれるニュースレーダーを比較して、どういうものが女性向けとされているか、そこにジェンダーの偏りはないかということを調べました。
で、ニュース成立過程の中にそれがある。つまり、そのプロセス、項目を選んだり、その説明をするという、そういうプロセスの中に視点の差があって、そこには女性の視点が普通のところには入っていない。で、ニュースの内容分析で男女別の表現の形でも指摘しました。で、ここでは、修士論文で行ったテレビニュース研究をジェンダー的な視点から応用して書いたということになります。で、次に81年に、最初のには次に出すかどうか分かってなかったので、女性と文化だけだったんですが、急に2になるんですね。女性と文化に新しい視点から考える。で、ここでは NHK 夜7時のニュースにおける男女アナウンサーの役割ということで、メディアの性別役割分野の問題は開かれました。例えば、男性はハードニュース中心、女性はソフトニュースということとか、読む分量が男性は3分の2ぐらいで、女性は3分の1ぐらい。で、この81年ぐらいになりますと、男女、両方で読むということも大事だなという認識はあったので、2人が入ってきているわけですが、まだまだそれが全部平等にはしきれていないという実情を話しました。で、その当時、こういう研究はあまりしてなかったので、その私のこういったニュースにおける研究は日本のファミニズムというのも一冊の中にメディアとジェンダーというのがあるんですが、そこのアンソロジー的なものに収録されております。それから1984年に、女性と文化3、家、家族、家庭ということで、つまり家庭とか家族の在り方が女性全体の変化に今影響を及ぼしているという、そういうことです。ここはジェンダーとメディアではなくて、ジェンダーのみの研究になりまして、私は独身女性の増加と現代家族の人間関係というのをやりました。で、当時急激に増加していた単身世帯に着目しまして、独身というものの定義についていろんな考え方があったので、それを整理して変化する現代社会との関係を考察しました。そうすると、家族という一連の国民から個人へ向かう動きがありました。もう家族単位でいろんなことをやっていたのでは捉えきれない動きがあって、みんな個人で捉えて、それが一緒に住んでいる家族という方が自然である。年金なんかでも家族という考え方でやっているようですけれど、やはり個人の方がすっきりしますね。それから従来の家族間では立ち行かない時代に入ったので、家族機能の社会化が必要。これは高齢の単身家族が増えたので、それは家族ではもう面倒見きれませんから、社会化が必要だということを強調したわけです。で、その当時からそういうのに耳を貸してくれる人たちがいて、政治的に解決していれば今こんな少子化という問題も起きなかったはずなんですが、全然自民党はそのことには耳を貸さないし、何を言ってんだっていう感じで無視されておりましたので、単身世帯が増加し、女性は働いている人の方がむしろ子供を産み、子供を産めない、子供を産みたくても産めないという、その経済的困窮というのもあって少子化が生まれるなど、女性が働きながら子供を産めるような状況がなかったものですから、今問題になっているわけですね。この頃からやってればもう25年も経っているのにね、そういう感じがするんですけどね。それから、もう一つちょっと時代が経つ、遅れますけれど、96年に美女のイメージっていう本を出しました。これは現代の美女を作るテレビっていうのを私が書いたんです。他の人はその源氏物語の中ではどういう人が美女だったのかとか、室町時代はどうだったとか、そういうことを書きながら、そして現代はどうだというふうに遡るじゃなくて、だんだん降りてきたわけです。で、私がそこの中で、思ったことは、資本主義社会における性の商品化の問題ですね。性が商品化されているということです。それから特に男性中心社会の中で女性に対する美の押し付け、この上のと2つは相まってですね、女性は痩せていることにすごい押し付けがあって、みんなダイエットしなきゃいけないと思っていたり、美人じゃないと損するというので、みんな顔にばっかりお金かけるとかですね、それからそういういろんなことが出てきたんですね。で、美の基準に対して精神性が喪失していたといるということが、
考察できたんです。で、文化的な、例えばそこはかとなく現れる文化的な香りとか、あるいは仕草の美しさとか、そういうことはだんだんなくなりまして、即肉体というふうに今はなってきているんです。で、その肉体も最初のうちは全体になんとなく美しいというような、そういう感じだったのが、今は部品といったらいいでしょうか、そういうことになって、胸がどうだとかですね、腰がどうだとか、足がどうだとかということで、分割して物化されているということが言えると思います。これはやはり女性を全体像として見ないということにつながりますので、今の美女の押し付けというのは、こういうふうな部品化したものの、固定化したもので、それもマスメディアによって確一的になっているのではないかというふうに考えたわけです。で、今までのが国際、ごめんなさい、こちらの人間文化研究会の仕事です。で、その一方、私は国際ジェンダー学会、今でジェンダー学会で言っていますが、当時は女性学会に入りました。で、これは岩尾澄子先生の指導を受けながらといっても、全然その学校に出たわけじゃありませんから、みんな研究会に参加することでただで指導を受けてたわけですね。で、大学自体の方ではあんまりそういうのを指導してくれる人がいませんでしたので、そういう他の大学の先生からお指導いただいておりました。で、そこに属しまして、共同研究としては86年女性の障害学習に関する調査研究で、こういう同じ共同研究で、台湾女性のライフコースの中の学習、これは台湾に行って研究していたんですけど、台湾女性の中で感激したのがありましたね。小学校にも行っていないおばあさんがいたんですね。で、その人はテレビが入るようになってから、テレビを一心に見つめて勉強しました。というのは、台湾のテレビは全部スーパーインポーズが入るんです。というのは、中国語っていうのは、まあ、大体字で書くと同じなんですが、発音するとその地域によって違いますね。いろんな地方 のスラングというか、いろんなものが入ってきますので、それで全部入ってるんですね。そうすると、そのおばあさんはテレビを見て、耳で聞くのと、その字で書かれたのを見て、それで地方を覚えたというんです。で、その方は非常に頭もしっかりしていて、80いくつだったんですが、受け答えたのに、素晴らしい。そして近所の人たちにも尊敬されていると。台湾女性のライフコースの中の学習で、そういうことも発見しました。日本でも同じようなものを実施しております。で、まあ、85年に出したので、ちょっと前にですが、障害学習というのをここでやってたんですが、女性の障害学習、多様な生き方を可能にするということで、 NHK の福祉からお話しました。で、これが最近取った国際ジェンダー学会の方ですが、真ん中にいらっしゃる3人が中心人物、その黄色い方が岩尾澄子さん、真ん中が弘中和香さん、右側に原弘子さん、この方が中心になって国際女性学会ができ、みんなに女性学的視点を教えてくれました。で、まあ、それと継続して、なぜ女性のメディアシャンクが必要なのかというものですとか、それから村松康子さん、今学芸大学の学長になっているんですけども、新しいコミュニケーションと呼ばれるジェンダーギャップの柱たちという本の翻訳をいたしまして、この本はいろんなところで引用されているので、やってよかったなと思っています。それから、放送文化とジェンダーというのを国際ジェンダー学会誌に2009年に書いてあります。で、初めての男女は、さっきもご紹介ありましたが、1989年にジャーナリズムの女性観ということで出しました。ここではジャーナリズムの女性に対する先入観を指摘しました。この5つはいろんなところに出てくるものですので、一応読ませていただきます。1つは、ジャーナリズムでは男性が基本で、女性は人類の和紙のような表現。例えば、何でも女性何々っていうのをつけていますね、女性が出てくると。例えば、女性教授とかっていう、そういう方ですね。ということは、男性なきスタンダードだけど、女性はちょっと違うんだから、それに女性をつけるっていうことです。それから、女性は主体として登場せず、客体としている。これは海開きのニュースなどで、その男性のカメラマンが撮ることが、カメラマンというのもそうですけど、撮ることが多いので、女性が客体になって、ビヨンって寄ると、そこにビキニの女性がいたりするんですね。
こういうような描かれ方はやっぱり違うんじゃないか。それから女性は男性に従属する形で描かれる。これはニュースなどでも時々あるんですけど、何々さんの妻、何々さんは何々さんの妻が連れていた子供と一緒に歩いていたら引かれたと、そういうのがあるんですね。でこれ何々さんの妻、何々さんじゃなくて直接何々さんでいいじゃないですか。でそういうようなところに従属する。それから、ごめんなさい、女性の能力は男性より低いと言われて、女性でもできる何々に挑戦とか、こういうことですね。それから女性、家庭内の存在を当然としてきて、何々さんに、子供が何か悪いことしたときに、何々さんの母は、働いていたとか、そういう意味で、でもどっちにも子供も悪いときは悪いんですね。別に、家庭内にいるかいないかでも同じなんです。でそれを原因をメディア構造に内在する問題として説明いたしました。でこの本はおかげさまで2年後に改訂版を出すことができました。それ以外の本は一冊売り切れば上等ということで、ほとんど売り切るのに精一杯という形で、まあ、こんなふうにいくつかの本を出しております。でもう一つ大事なので GCN というのがあります。今日も来ていただいておりますけど、ジェンダーとコミュニケーションネットワークSJ、女性放送者団体、この2つの団体が私にとって意味のある団体です。で GCN ではこういうことをやりました。マスコミ学会にジェンダー視点を導入しようと。もうマスコミ学会というのも男の視点ばっかりでやる学会でしたのでね。それでワークショップとかシンポジウムを開催いたしました。で日本のメディアに、もう一つは日本のメディアにジェンダー視点を導入しようということで、メディアにもアピールしていこうということです。それから国際的なジェンダーとメディアの調査に協力するというんです。実はですね、いろんな統計があるっていうことは、そういう統計が必要であると主流の人々が見つけたときに、判断したときにそういう統計ができるんですね。だから判断しない統計はないわけです。で、女性とジェンダーの統計というのもなかったんです。で、世界的にもあるところも少なかったので、そのマーガレット・ギャラハーという人がそれを世界的に呼びかけて、日本でもそういうのやってくれませんかと言ってきたので、この GCN が引き受けてそれをやることにいたしました。でそういうことがあります。で放送 SJ というのは女性放送者懇談会で、放送関係で働く女性の親睦と連帯、そして向上を図るのを目的としています。で目覚ましい働きをした女性に放送ウーマン賞を励ましています。こんなものはこれから先新聞記事にもなるかと思いますので、皆さんにもお見ともらいたいと思います。こういうようなことがあります。で、そのさっきのメディアにおけるジェンダーの実態調査は、最初はやったのは1995年に世界女性会議というのが北京でありまして、それをに対して世界的にメディアで働く女性の実情を把握しようということの一環でした。それでさっき言いましたマーガレット・ギャラハーメディアの分析が協力したということです。で新聞協会の女性と、それから女性放送者懇談会の協力で、全国の新聞社と放送局に調査票を送り、協力して回答を分析し、調査報告を作成したと、こういうわけなんですね。でこの中でいろんな問題が出てきたわけです。そしてもう一つ、その関係で行った会議に、Women Empowering Communication Conference in Bangkok というのが、これも95年の北京会議の準備的な会合で、ここでも面白い経験をしました。マスコミ部会に参加していたんですが、私たちがその主流のメディアというものについて、テレビとか新聞というのを中心に話し合いをしてたんです。そしたらタンザニア出身の女性が手を挙げまして、あなた方はテレビや新聞が主流のメディアと言いますけど、私たちにとってそんなものは全然主流じゃありませんよ。電気は通ってないし、識字率は低いので、そんなことが分かる人は少ないんです。で、そういうふうなものの考え方というのは、まさしく女性が男性中心の世界の中で異議申し立てをしているのに、それと同じことを発展途上国に対してしてるんじゃないですか。こう言われたわけです。で、なるほど、その通り。ご無理、ごもっとも。ご無理じゃ、無理はですよ。思ってますということで、私たちも深く反省いたしまして、それでじゃあ発展途上国に主流のメディアは何だろうというふうに考えました。口コミとか映画とか影とかビデオとかラジオとかだったんです。ビデオは
テレビと似ていますけど違うんですね、発電機を持っていけばできますし、移動可能で自分たちで撮影することもできます。でちょうど私もさっき の, 翻訳した本にも出てきたんですけど、マーサ・スチュワートという人の活躍がありまして、現地女性によるビデオ撮影、その撮影の訓練も行ったんですけど、で現地の人が撮影できるようになって、その人たちが自分の視点で自分たちの問題を撮影するという、そういう活動があったんですね。でそれにのっとって、じゃあ私たちも作りましょうということで、5 minutes project というのを作成いたしました。これは世界20何カ国の女性たちが5分ずつその国の女性を描く番組を作って、それをその北京会議に持ってきて、世界の女性たちということでやりましょうということになったんですね。でこれはとてもいいアイデアでした。で日本では、私しかその部会には参加してなかったので、私がやるためになったんですが、それは私ができないので、その SJ の女性のプロデューサーの優秀な方がおいているんですね。でその方に相談して作ったんです。で何をテーマにしたらいいかと思ったんですが、やっぱり日本は原爆投下された唯一の国である、日本は言い続けなければダメだというので、原爆投下後の50年を生きた女性の物語を、それして最初も打ちのめされていたわけですが、再生して今はそれを伝えるのは自分の仕事だと思うようになって、女性の物語5分に見事にまとめて作りました。まあインドも20年の女性の生育を5分にまとめて素晴らしいのを出してきましたけど、みんな私が面白いと思ったのは、クック諸島の女性の作ったもの、今まで見たことなかったんですけど、そういうのも出てきて、海洋民族の誇りというものも分かりました。で、まあそういうので北京会議に参加したわけです。で私どもの GCN では、ここに出ている人たちが一緒になって協力して、それぞれが自分が担当して今まで勉強してきた分野なんですけど、それとジェンダーとの問題を考えて、日本のグループによる報告会を開きました。ここには大勢の人が来てくれて、とても楽しくできました。で、せっかくやり始めたものですから、メディアの中のジェンダー調査の研究もしたいと、続けたいと思います。でも放送 SJ の方が協力してきたので、放送運搬1990、放送運搬2004というのがあります。ちなみにその2004年の調査ですけれど、106局の平均で女性比率は 15.4% です。内訳は NHK は 10.8%、 キー局、準キー局は 17.5%、 地方局とラジオ局では20.0%、 なお部長以上の管理職は民放で 3.9%、 女性が代表権は0、常勤役員713人中その時は0、こういう結果で、いかに日本のメディアの中で女性が少ないかお分かりいただけると思います。でこの GCN と SJ の私が非常に今喜んでいることは、いろんなところでメンバーが固定化して高齢化してるんですね。でそれは今60歳代から70歳代になって、それでおしまいになりそうな気配のところも多いんですが、この2つのところは今世紀に入りまして若い世代が引き継いで活性化しています。現在40から50代中心に運営されていまして、これは頼もしいと思います。で今 GCN というところでは50代と30代の男女放送ジャーナリストのインタビュー調査を実施中で、近くまとめて本を出したいというふうに思っております。ところでアナウンサー出身の女性研究者が多いんですけれど、ここにはちょっと理由があります。この両組織に入っている人が結構いるんですね。でそれは大卒女性の社会の扉は長い間閉じられてきた。私もそれで入れなかったでしょ。でメディア以外のところはもっとひどいんですね。商社なんかは男性なんかはというけど、女性は取る場合秘書に取るんですね。そう同じように男性卒業しても女性は秘書ってなっちゃって同等の扱いではあります。それから雇用機会均等法以前はアナウンサーはその女子学生に開けられて社会人への小さな窓口だったわけですね。でもバッツっていうのが入って年齢制限がある。メディア内ではプロデューサー、ディレクター、記者、広報課に移動してしまっていることが多いです。で大学、そうじゃない方は大学院に入って研究職への道を開こう。で考えてみるとメディアの研究も知識や情報を収集して考えとか発表するという共通点があります。ただ相手の人数が違うとか表現の仕方が違うということがあるんですが、
基本では似ているのがあるんです。で男性の場合は定年まで勤めてそのまま大学に来るという方がいらっしゃると思うんですけど、女性の場合はおおむねまず大学院に戻って真っ当な研究者の道を歩み直して大学に入るという方も多いのですが、こういう人が多いということですね。これ一つの面白い現象です。さて時間がなくなってきましたので、ここから飛ばしてやると今番組研究というのをやっているんですが、それには椿事件の時の民放連の放送番組調査会の委員というのをやっていて、その時にまあ、内側で話したような話がいろんな自民党に伝わりまして、自民党は今も政権に復帰してすごい喜んで頑張ってっていう感じで勢いになりますけど、その当時はその前の第1回の自民党が政権を失う時だったので、もう失った後にいろんなことを探し出してケチつけてたわけですね。でその中の一つにテレビ朝日報道局長の発言があって、新しい風を吹かせようと言ったのに自民党に不利に働いたというわけです。でも実際には立教大学のモナ先生の調査によると、テレビ朝日は問題なくて、違う放送局で、まあ、あえて言わないようにしますけど、そこの方にむしろ問題があったということが明らかです。でもにもかかわらず国会に承認喚問させられて、椿さんはひどい目に遭いました。でここに日本の放送ジャーナリズムの脆弱性、政府の放送監視のもとがあったわけです。でその他いくつかここに書いてあるような、委員会にも参加していろいろとメディアの倫理を考えることが多かったわけですね。で武蔵大学には MMS 研究会というのがありまして、その関連の方にも今日お越しいただきますけれども、そこで開設するときにクワイという放送番組を市民が評価するサイトを立ち上げました。で皆さんにもご協力いただいている方はあるかと思いますけれども、その時考えたことは、いろんな賞も世の中にはあるんですが、これはプロの批評家や制作者もいます。でもクワイでやっているのは市民的目線で番組をどう評価するかということで、クワイ .jp で入力可能になっております。そういうそこを 今は評価して評価する時期ではありませんのでやってませんけど、そこに行っていただきますと、今までやった仕事が分かりますのでお願いします。あと私の考え方を変えたのは、東日本大震災でした。で福島吉短期大学に赴任している時にはとてもいい経験をしました。福島女子短大の学生さんたちはとても素直でいい、しかしとてもしっかりしているという福島の女性の特質をよく表しています。でここでいろんなことが勉強できたことと、それから県のことにも携わったこと、それから当時福島原発の事故が実は起こっていたんです。でそのために私は早い時から太陽光発電に関心を持つようになりました。でそういうふうにして、原発ということは問題があるということが分かっていたわけです。で同時にまた従来のコミュニケーション論への違和感というのがありました。でこれは主流の人々の選んだニュース、から言論の自由とかメディアのあるべき姿を強調していたんですけれども、そのために主流の人々の考えを逆に押し付けることもあったかなと思うんですね。折しもインターネットメディアが公表して、私の研究したものの中に女性のコミュニケーション、日系人のコミュニケーションというのもありまして、そういうのを考えるとシェアとペアのコミュニケーションが大事だということを実感しておりました。でその中で、メジャーコミュニケーションへの信頼が喪失していた中で、でもマスメディアにも役割はある、だけどそれだけじゃなくて、シェアコミュニケーションの功績というのも考えて、みんなシェアコミュニケーションにも目配りしましょう。だけどそこには誤報がありますし、でフェアコミュニケーションが最も必要とされるのは、こういった東日本大震災の時でした。死の力とか共感の喜びがそれで得られました。で右にあるのはちょうど福島の釈迦大臣に連絡がありまして、はがき台でそういう福島へのメッセージを書いて送ってくださいというふうに言われましたので、私も下手なんですけど福島の絵を漂流するような福島県の形を作りまして、で海の方に海側に原発のあれがあったものですから、こういう絵を作りまして、のどれかしい命あふれる福島の本当の海本当の空と
歌を読みました。さて、そのようにしてメジャーシェアケアのメディアコミュニケーション論という本を今までの研究の総まとめとして発表しようということで、発表することになったのがちょうど1年前になります。これが彼らの詩になります。で、まとめといたしましてですね、私はマイノリティとして世の中で不利益を被ってきたわけなんですが、ラッキーなことにだんだん世の中が変わって、その自分のしてきた運動的なものも自分の中にも少し反映されて、ある、例えば武蔵大学に教授にしていただくというようなこともその成果の一つの表れで、自分にも恩恵が待ってきたというのはとても ありがたいことだと思っております。でそれがもっと皆さんの方に、全員の方に行けばいいなと思っております。それからマイノリティということで、女性とか米国でのマイノリティ生活、日系人との福島におけるローカルとして、こういうのを体験しているのですが、これはマイノリティという形ばからは不利なことですが、メジャーの批判の視点としては非常に有効に働いている。で、いい、とても恵まれた生活をしてきた人にはそういう視点は育てにくいから、そういう面では良かったのかなと今にして思えばそんなに思っております。で、おかげさまで皆様のご努力にはなんとかここまでやってきました。最後の方はしょってしまって申し訳なかったんですが、本来なら最終講演で私などのもでもできそうにないものなんですけれども、ここにおいでくださっている皆様に感謝いたしまして、また最後まで問題を見てくださって差し上げると、本日のこの講義を企画してくださった小川先生はじめ、職場の皆さん、学生の皆さん、それぞれの皆様に感謝をいたしたいと思います。そしてメディア研究者として考えておりますのは、メディアは人に幸せをもたらすものにしたいというのが願いでございます。このメディアは人に幸せをもたらすもの、この考えをメディアの方にも持っていただいて、尖閣の問題とか、いろんな外国との圧力もありますけれども、全ての人がそういうことでうまくいくと、メディアが世界平和にも貢献できるのではないかと思っております。以上をもちまして、私の講演を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。大谷社会学教授より花束の贈呈をしたいと思います。前に出てくれ、素晴らしいご講義ありがとうございます。素晴らしくないです。ありがとうございました。素晴らしくないです。今の季節に立っております。どうもありがとうございます。結婚式の披露宴というのもやったことがなかったと思うんですけど、こういう風に初めてでございます。すいません、隣が私で。それでは、これをもちまして、最終講義の方を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。